こんにちは。今日は、小型犬にしてはいけないこと3つお教えしたいと思います。まず1つ目は階段を上らせたり下らせたりしないこと。階段を上らせたり下らせたりっていうのはいい運動になるように聞こえますが、実は、小型犬の後ろ足を脱臼させる恐れがあります。パテラっていう症状になるんですけど、ここの足の内側、ここですね、この内側とか外側が激しい運動をすることによって脱臼してしまうっていう、パテラっていう病気になってしまう一番大きな原因が階段を上り下りさせることになります。なので、お家がアパートで2階にあるとか、どっかの公園に行く時に長めの階段がある場合、急な階段がある場合は必ず抱っこをして上り下りするようにしてください。階段がすごく好きなワンちゃんもいると思うし、ニコもすごく階段上り下りするのは好きなんですけど、お友達のパグちゃんがすごく活発な子でいろんなところを走り回ってたら、ある日クーンと痛そうな鳴き声を上げて病院に連れてったらパテラになってしまっていたっていうことがあったので、是非気をつけてあげてください。特に本当に活発なパグちゃんに対しては、痩せ型で足に負担がなさそうだなって思いがちなんですけど、脱臼が簡単にします。まあ、パテラ自体トイプードルに多い病気らしいんですけど、痩せ型のパグちゃん、活発なパグちゃんにもなり得る病気です。2つ目は抱っこの仕方です。抱っこの仕方はこのように2つの手でプラプラっとさせるように持つと危ないので、本来であればこのように密着させるように抱っこして手はお尻を支えてあげるっていうのが腰に負担のない抱っこの仕方です。ここに手がないとすごく腰に負担がかかってしまうので、必ず手を添えてあげるようにしてください。ちなみになぜかニコはすごく前抱っこが好きで、お散歩中疲れたら最初は、お腹とお腹を合わせるように抱っこするんですけど、途中から自分で体勢をグイグイグイっと変えて前抱っこをおねだりしてきます。多分風景を一緒に見たいのかなって勝手に思ってるんですけど、必ずお尻を手で支えてあげましょう。で、3つ目はチワワとか超小型犬に多いんですけど、まあ、さっきも言ったように小型犬とかはそのパテラにしても何にしても脱臼する恐れが結構あるので、抱っこしててじゃあ歩き出させてあげようかなっていう時に、地面に完全に四つ足がついた状態になってからじゃないと手を離さないようにしてください。例えばすごく活発なジャックラセルの子だったりとかすると、下ろしてあげようかなって時に自分から飼い主さんのことをちょっと蹴ってパパパパパッと走っていったりする子もいるんですけど、実際はそれ結構危ないみたいで脱臼する恐れがあるので、特にチワワとか本当にちっちゃなワンちゃんに対してはこう必ずしっかり収まって、地面についてるなって向かってから離してあげてください。以上、ちょっとでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。ありがとうございました。